関東の今後のお天気についてお伝えします。まずは現在の千葉幕張周辺ですけれども、霧がかっていて見通しが悪くなっています。ただ幕張周辺、今まだ雨は降ってきておりません。今後の天気の分布予想を見ていきましょう。この後関東地方、お昼頃から夕方頃にかけては傘が必要なくらいの雨の降り方になりそうです。ただ夕方以降見ていきますと、雨雲の隙間ができ始め、帰宅の時間帯雨が降り止むところも出てきそうです。夜遅い時間になればなるほど雨の降る範囲は狭くなっていきそうです。帰宅時は傘の置き忘れにご注意ください。